TBS ボールパワフルプロ野球。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ、2020か、なんかそのままサクセススペシャルって言っちゃいそうですけれども、今回はパワープロの2020のサクセスをやっていきたいと思います。最初なのでパワフル農業大学ですね。でちなみにここはもう1回やりました。多分完全初見だとね、結構ぐだっちゃうと思うので、まあ、一通りどんな感じかなっていうのをやって、最初の動画を、撮っていきたいと思います。で一応農業高校生、農業高校の野球部員、まあのんびり野球をしていきましょうと。で主人公が一人燃えています。まあ、そんなところからスタートです。説明イベントは一応表示しておきますか。動画的には最初だから。でキャラの音声も聞いていきましょう。ちょっとね長くなりそうだけど、はあ、声つき、そうだね、1時間半くらいかかるかな、多分1サクセス早送りしなければ。まあ、ちょっと1本の動画に収めていきます。ここら辺が固有のキャラクターですね。玉ねぎ、玉ねぎがピッチャーで、この小枯らしがキャッチャーで、マネージャーで、右が監督。監督若く見えるよね。彼女にしてもいいくらいなんだけど。強くなりたい、ね、そう、最初はね経験点が触れるんですよね。なんか全経験点100ポイントくらいあるんですけど、それは売ってないです。まあ、会いましたと。ねえ、それならそれもそうだね。まあ、彼女キャラ入れた方が、入れた方がっていうか彼女作った方がいいのかをまずわからないけど、まあ最初なんでね、一応狙っていきましょう。稲穂秋の電話番号手に入れた。デートができるようになった。早いよね、展開が早い。で能力アップ、そう最初100ポイントずつあります。弾道は2欲しい。で今回センスみたいなのがねなくなってるんで、まあ上げたい時に上げていいとは思うんですけど、ただし、アイテム系は存在してるんで、成長バットですね、これがあった方がまあいいよね、上げるときはっていう感じ。練習の説明は見なくていいや。まあそんなわけで、まあせっかくだから最初は彼女キャラ評価上げていきますか。これねもう1回練習するだけで怪我率がだいぶ上がるんだよね。春、パワコが強くなる方法、パワ農家。なるほど、パワフル農業大学、都会では感じられない四季折々のいろんな個性がある。なに、森の中をあちこち歩き回る森林調査。おお、そうね、実習練習、これがパワフル農業大学の固有の練習みたいな感じですね。レッツゴー、負けてられんな。足音も立てずに坂を登っていく。ああ、お疲れ様。うん、体中筋肉痛、早いな、やる気上がった。レベルアップ、応援レベル2。そうキャラクターがねどんどんレベル上がっていくん でそうするとスキルみたいなのもね覚えていくんですよね。まあ、そこら辺は前回と一緒だったかな。あんまり前回のサクセスやってないからわかんないけど、あとアイテムでね、そうスケスケゴーグルとかねあるんだよね。スケスケゴーグルはちょっと欲しいんだよな、視野比で。あるとないとで全然違うから、いずれバイトもできるようになるんで。あとアイテムも今買えないけどショップに行けるようにもなります。
で、ここでもうすでに怪我率 1%、2% が出てるんだよね。で、メンタル、彼女強化か、監督強化もね、試合に関わってくるから、ちょっと上げておきたいっていうのはあるけど、いつどのタイミングでやっていけばいいのかって、効率が分からないからね。野菜を育てる。それにさ、種まき、種まきシステム一応見ておきましょう。まず種まき、種を持っている選手と一緒に練習を行うと種をまくことができます。各練習ごとにまくことができます。種類は選手や季節にかかって変わります。で、1回やると収穫するまでは変えられません。で、水をあげると回数に応じてより良い効果が発揮されます。で、収穫、育つと収穫します。これで経験点とか手に入りますね。で、季節の変わり目には作物が全部枯れてしまいますので、それまでに一旦やり尽くしましょうというようなのが種まきシステムです。まあ見ていくと右側、そう、わらびくんが今肩に種を持っている、これチューリップを植えるっていう感じですね。あと植物図鑑があって、まあこんなような感じで成長していって経験点が手に入りますよと。だからチューリップはこれ、敏捷と精神で、育成期間が3週間、3週間経つと、刈り取れますね。で、刈り取るときに水をあげてればあげてるほど経験点が高くなるというようなところです。まあ、せっかくなんで植えてみましょう、チューリップ。はい、型練習レベル2で、ちょっともう 7% あるんだよね、怪我率が。これでチューリップ植えたところに、水をあげることができます。もう一回練習するとね。で、水をあげればあげるほど回収した時の経験点が高い。で、チューリップ自体は3週間で育ちきるらしいですと。で、メンタルのところでまた小麦が植えられるんで、ちょっとやっときますか。じゃあ2回練習するのはきついんだよね。まったく。はあ、なかなかいい声している。ありがとうでやんす。どうじゃ。これ。ぎっくり腰。もう。5月、来月の海外遠征に参加する日本代表のメンバー、これなんか関係あるのかな。大丈夫よ。大学の日本代表メンバー。ああ。やる気が上がった。監督評価も上がった。で、そう、彼女評価上げたいよね。上げたいけど、チューリップもいける。ちょっとチューリップ水あげますか。一回怪我率 3% 大丈夫でしょう。常に怪我の危険があるからね。まあね。あ、そうかそうかそうか。お、季節が変わると枯れてしまう。5月4週、5月の今2週だから、さては、影山さんもね、声あるんだよね。かぶっちゃったけど。おいおい、私は影山修路というものだ。ようこそいらっしゃいましたね、ヤンス。実は弱小だった川野が新たな試みでどう変わっていくか。チェックしておこう。5月の2週はちょっと寝よう。で、次回収しよう。メール誰だ。アルバイトか。金をね、稼ぐにはバイトしないといけないんで、ここでチューリップが回収できます。監督もいるんで、ちょっとやりましょう。チューリップ収穫。チューリップ収穫、敏捷9、精神9。まあ、こんなもん。
エジプト大学。ラミーを目覚めさせたのは誰です？君勝手に展示物の中に入っちゃダメじゃないか。とりあえず逃げよう。ラーミー、それじゃエジプト大学は一応サクセスで選べますね。はい、はい、それじゃ連絡先を交換するです。どういうこと、まあ、デートができるようになりましたと。さてさてさて、じゃあ5月の4週で小麦を回収しておきますか。春限定森林調査があるけど、まあいいや。精神ポイントがね結構あれなんだよね、余っちゃうっていうかだいぶ溜まってくるんだよね。成長プラススキル、野手成長プラスのスキル、試合以外で野手の経験値が上がりやすくなるっていうような感じに4回復。だから1回も水あげないとほんとしょぼいよねっていう。それもそうだね。あ、そっか、よし。なんかね、水あげてくれるのかな。作物の成長段階が進んだ。おい、確かに。じゃあでしょ。そうでやんすね。体中の乳酸が溜まってくる感じ。そうだよ。筋力、印象、土作り、 あとそうそうそう、これ何回もやるとねいろいろ解放されるんだよね。そう、あの今回のサクセスいろいろやっていくと解放される要素があるんで、それをね、やってから本格的に作り出すのがいいと思います。だからまあ何回もやんなきゃダメっていう感じ。だからここではね、まあ、今回はまあ普通にやってきますけど下準備が必要なんですよね。下準備が。で打撃やるか。小麦、小麦はなんか通念があるんだよね。レベルアップ、アーメン、こいつらのレベルも上がるんだ。ショップようやく使えるようになった。ただ雨の時はね結構美味しいといえば美味しい。彼女許可開けてこう。怪我率 4%、 これで 4% だからな。人数合わせで合コンに連れてこられた。話が弾まない。話す相手がいない。困ってる。よく話しかけられるな。聞いていいです。はい。レイちゃんのおかげでなんとかやり過ごせたよって。あ、同じ大学なんだ。2個下。そうですね。2個下ってこと入ってきたばっかじゃん。今自分が3年生でしょ。積極的すぎる。嬉しい。連絡先を教えますね。展開早いなこいつら。デートができるようになったってすごいよな。一応メンタルだけ見てなんもない。この怪我率はさすがに無理だよね。バイトもしたいんだよね。バイトもスケスケゴーグルが欲しい。闇の力を宿した包帯がラミーを守ってくれる。そんなことより、ラミーどうしようか。撃つ。わかったです。絡まって動けないって何が。あ、包帯。
アーメン。いや、なかなか梅雨はいいかもね。植えてった方がいいんだよね、多分。スイカ、ハイビスカス、ちょっと見てみよう。スイカとハイビスカス、筋力欲しいよな。スイカ5周もかかるんだ。ちょっと、いや、でも今メンタルやるのはちょっともったいないよね。うん、小麦ちょっと守備やるか。ハイビスカスを植えよう。まあまあ、クワガタ。まあ確かにな、クワガタとかカブトムシとか捕まえに行ったよな、朝早く起きて。それか朝早くにスイカとか仕掛けて夕方回収しに行った気がすんな。違うよ、ね、え、これどうしよう。なんか行かないと体力回復するかな。行かない。調査カブトムシ派いいよな。コーカサスとか、いや全然わかんない。やる気が下がった。お、体力が回復した。身長、盗塁レベル3のコツ。夏。はあ、そうだ。いいんじゃない。いや、うひょ。水着とかどうしたの。そのまま入ってる。チャンス。おーい。そうだね。そう。あ、ちょっと待って。おやおや。いや、まあ、これでも背景綺麗だよね。あっちだよ。上流の方へ行くって修行にちょうどいい。あ、ね、まあいっか。やる気が上がった。経験点にはならなかったね。ハイビスカスを育てたい気もする。ハイビスカスってなんだっけ。技術精神か。3週間だったらちょっと水あげよう。まあまあ、秘密基地。やだやだ。これ違うよ。でもさ、まあ、ただおしゃべりするだけでも自分たちの作った基地の中ってだけで楽しさ倍増。はい。ガムテープとブルーシート、ダンボール。あ、自然のものね。あ、どっちにしよう。自然のもので行こう。いやはや。これこれ。おお。さあ。僕もね。骨組みとかすごいよね。よし、やったー。お、葉っぱは敷物にできそう。一日で作れるんだ。おっしゃ。じゃあ賛成。怖い話。そうか、ワイダンじゃないの。わしも。体力回復した。いやー、あー、おほう。これはどっち、注意した方がいいんでは。そうかな。まともに練習ができなかった。でもね、そうか。卒業生がその学校の監督になる。まあそうだね、それはよく聞くよね。さて、ハイビスカス、どうせだったらちょっともう一回水をあげましょう。あ、スカウトさんいたんだ。なんかこれさ、下がったりするからね。なかなかいい感じだな。おお、いいね。なるほど、上がった、結構上がった。しかもポイントも結構上がったな。甘いの。あ、
首を振っている。こら！違うんだい！ふん！おーい！おー！え？それ見たことか。何よ！どっち？いや、どっちが悪いとか、どっちも悪いよ。挑発しよう。たまねよ。ヘルモンさん。わかった。ん？ナイスじゃ。あう。こっち左利き？たまねぎ。イエーイ。体力が下がった。その代わりこいつらの経験値が上がったな。いいやつになった。って玉ねぎが？俺が？どっち？なるほど。そうか、同じ大学だからか。喜んで。畜産学？全然わからん。いいですか。それで。なんかどっちかっていうとこの子の評価の方が上がってる気がする。メンタルにマネージャーがいるんだよね、稲穂ちゃん。ちょっとやろう。もうちょっと体力回復してほしいよね、メンタル。お、お、そうなんだ。うん、うーん、よーし。どうしようかな。場所を変えてみよう。うんうん。図書館混んでて座りない。あ、そうか、試験前だからか。いや、野外で勉強とかそんなんしないでしょ。カラオケボックスで勉強する人もいる。うーん、あちゃーコーヒーが美味しい。学生も少なくて静か。お、早く早く。こいつら勉強したのか。プレッシャーランで試合。これ絶対選ばれない今の状況だと。さあ今日はみんな、だいたいさ、このさ、高校で、高校じゃない、大学で選ばれないってどういうこと。とほほとほほ、どんだけ人望ないんだよ。なんだ、前座大学みたいな。一応引き分け。ケケチはめちゃくちゃ上がんな。あいつらレギュラーで出てたのか。当たり前だ。そうですね。かき氷屋さん。この前のカフェじゃん。え、なんです。あ、さあさあ、いただき。臨床を体力回復した。やった、へっすら。ちょいちょいコツを掴んでくるね。さて、ちょっとそろそろ回収に向かわないといけないんで、ラミーちゃん、ラミーちゃんとかあんまりだしな。ハイビスカスを回収しますか。応援デビューさん、病気回復スキル18 18。やったー。お、大型ショッピングモール。あなたもどう。行く。わあ、そうね、うんうん。 CD ショップに行きたい。そうね、服を見たい。はい、マネージャーについてこう。うん、どうしよう。お米が喜ぶような曲。農作物に音を聞かせるとよく育つらしい。当然。お経。練習レベル5。お、パワードリンクもらえた。やった。3000円減った。その代わり。おお。
そうか、だってさ夏が終わるか。てかめちゃ時間かかる、もう30分くらいかかってるよね。その前にこれは回収したいでしょ。だから2つくらいかな、鍛えられんのって。とりあえず、あ、なんかデートするのも良かったかもね。デートはでもね、回復しないことも結構あるんだよね。で、一応小麦、打撃3人か。どうしようかな。ちょっと、アルバイトしよう。金が欲しい。キャンプ場、工場、牧場、交通、調査、畑、工場。あ、わらびもバイトをやってる。マニュアル通りにやるだけのライン作業。うわ、超苦手、俺そういうの。要は同じことずっとやるんでしょ。ずっと似た作業するのも結構疲れる。そうだよね。やること自体は簡単だし、これならいくらでもできそう。向いてる向いてないがあるのか。7000円増えた。結構手に入ったな。でここで 1% か、回収しとこう。割といろんな人の評価上げられそうだし。評価アップスキル、小麦回収、精神樹里、体力24回復、結構でかいな。お疲れ様。アイスキャンディーの差し入れ。やったく。違うね。あのならさ、え、そうだ、どっちがどっちだっけ。あ、そう、かき氷。そうだね。やった。そうだね。ちほーん。お。ムード。9月。実習練習、秋の実習練習だね。私が。よろしくお願いします。全然実習やってないよね。ブドウ。やっ。はい。もうすぐリーグ戦。あ、そう、監督評価上げとかねえと。まずは出れるようにしないと。いろんなことやらんといけない。監督のところに。種があるんでコスモスを植えましょう。コスモスって何？秋、筋力、敏捷技術がちょっとずつ。はい、やろう。能力とか全く上げてないけどね。いけ、もうかよ。メガロポリス学園。あ、そう、これ最初負けんだっけ。そうだよね、なんかそんな感じだった気がする。エース。パワノーの負け犬ども。エースしのぎくん。しのぎくん。知り合い。たく笑わせるぜ。いいか。このまあまあ。てめえらはゴミだ。悲しい。じゃあね。何あれ。昔の教え子、中学で監督をしていた。そうよ。よ。技術と精神があって筋力が足らないな。パワー上げたいんだよね、やっぱり。試合でちょっと打てるようにしたいから。で、どうしようかな。特にマネージャーがいるわけじゃないから、ちょっと監督強化上げてっか。ついでに種も植える。矢部くん、ようやくレベル2か。そういえば、ムフフでやんす。キャプテン、わらびくん。うん。
お願いね。あ、はい。ふきこうなれば副キャプテンで、ちょっとメンタルだけ見て種植えられるのか。でもな微妙。ちょっとデートしてみますか。彼女じゃないけど、いっぱい選べる。マネージャー積極的すぎる。どこ行くの？どこ行こうか。公園でいいや、最初は。じゃあさ、寝よう。おお、めちゃくちゃ回復した。やった。雰囲気丸。あれ、まあまあ、ほらこれ。え、今の髪型でいいです。ありが、違うよ。そうだよ、かわいい。銃もらった。応援レベル7。雨か。よね、練習方法、普通の室内練習、楽しくできる練習、楽しくできる練習にしよう。そうよ。ジェスチャーゲーム。みんな聞いてね。何のジェスチャーをしてるか当ててね。じゃあお題は、いい？全然わからん。虫だと思う。ロボット。なんだ。全然わかんない。なるほど。四つん這い。トカゲ。正解。やったー。てかあれだな。ボブ辞典みたいだな。意思疎通を目的とした練習だよね。はい、はい、はいはい。もう体力は下がった。監督許可上がった。お、いいね。レベルがどんどん上がっていく。じゃあ練習をしますか。まず第1にがマネージャー、第2に今のところは監督。コスモスを育てる。ついでに、ついでにできるっていうのがいいよね。あれ、これ、好きな人とかいるの？もうこんな聞き方ずるいよね。ごめん、こんなの私らしくない。もうはっきり言っちゃうね。私、君のことが好きです。付き合ってください。付き合う。可愛いって思ってたんだ。可愛いくらいさ、しょっちゅう思うよ。本当に嬉しい。まあ、大学生だからね。だってこれからは恋人同士だもん。私たちの関係もラブラブにしていかなきゃ。こんなにイチャイチャしてくれるなんてますます可愛いな。藻類、彼女になった。まだ10月か。これ。まあ。おい。わらびよ。こら。そうだね。ほらほら。ぎゃ。なんと。配布が決まった。実は。掲示板。少子化で学生が減り続けているから部活の数を減らす。それで成績を上げていない部から野球部も含まれた。俺たちの代で野球部はおしまい。嫌でやんす。監督に話をしてみよう。決まったことだから。そう思って。上層部。ダメだ。なるでしょ。なんだよもう。何
んじゃと？ま、練習はしていきましょう。で、微妙なパーセンテージ 5% コスモス回収しよう。全然あげてないからかな。大丈夫よ。おーい、じゃーん。存続を求める署名、署名活動したのか。まあさ、うん。そうなんだ。署名フォーム。すごっ、やっぱり実習練習やってよかったです。全くやってないけどね。お、いいね、9レベル。さて、じゃあちょっと待ってね。アイテムショップでスケスケゴーグルのね、2枚ヘルツ欲しいんだよね。これ回収しときたいけど、一回デートしよう。せっかくだから。今日他の人誘えなくなってるし。はいはい。オッケー。これはどこへ行く？おー、ねえ。そうだな。俺のダンスを見せてやろう。いいよ。バスケ部、ダンス部、軽音部、なんか全部選択肢にあるやつだな。でも結局体力下がったよ。むしろ応援レベル10。これは試合後に得られる経験点が増える。正直が減った。そうだね。まあごめん。ああ、二人とも、あ、ありがとう。体力がない、体力が。いいな。お、差し入れでしょ。はいはい。おいらも。え、これはもう、あ、でも監督の評価を上げていくのもいいかもな。ん？評価上がるよね。豚汁。よかったわ。銃回復。よし、評価アップ。さて、メンタル、あ、一応種があるね。コスモス、やっぱ体力も少なすぎるから寝よう。これ金ゼロになったらどうなんだ。7000円ゲットしてゴーグル買いたいんだけど。そうよ。でもね、ね、クラシックでいいじゃん。なるほど、そう。でも身長と、お、ミートやった。で、ちょっとバイトしよう。一回どれがいい。体力あんまり減なくてもしょうがないしね。畑、さつまいもの出荷シーズン。体力が25減った。4000円、金は少ねえな。CD、そうです。アイドル系、はい、アーティスト、アーティストを覚えたいです。かわいいアイドルかな。なんだ、あの、ベリス。なんか聞いたことあるよね。アイドルってすごいんだな。全然知らなかったよ。すみません、ありがとうございます。
アイドル好き。モチベータースキル、調子を一段階上げてくれる。いいね。さて、もうちょい金が欲しい。キャンプ場行ってみる。キャンプ場ってさ、11月に何すんの。まあいいや、行ってみよう。体力30消耗するけど、薪割りか。めちゃくちゃ体力使うね。1万円増えた。やった。お昼ご飯。うん、そうなんだよ。野菜たっぷりうどん、ありがとう。昨日もこれを頼んだ。あ、冬か。さて、アイテムを買いたい。2万円あるんで、とりあえずやっぱスケスケゴグラフ欲しい。あんまりね、そんなに頻繁に金も貯めてらんないと思うんだよね。ラーミン、ケルベロスを食わしている。あ、犬か。違うです。犬を追い払う。結構持ってる。別に。ありがとうです。怪我しにくさ1ね。ハーブを使って何か料理を作る。そう、それでね。そうなんだけどね。まあ手伝おう。監督評価のためだ。ありがとう。これこれ。あっそう。チームメイト評価も上がったね。てかまだ全然タッグが組めないんだけど。コスモスがいつの間にか。わらびくん、コツがあるね。回収してみるか。いや、よかったら。特技のコツ、どのコツがいいかな。あ、流し打ち、いいね。気が下がった。お、世界の米料理フェア。じゃじゃーん。じゃあさ、何かいいかね。エジプト。ほうほう。バハシを出して、くり抜いたトマトにお米と具材を詰めて煮込む。入ってんのか。キャベツ、ズッキーニ、いろんな野菜で作れる。超俺苦手そう。よし、体力は回復。金が減った。こういう時金足んなかったらどうなんだろう。メンタルで一応小麦が植えられるのか。いやでもな、まあいいや、ちょっと植えるか。体力を回復しつつ。声かけよう。お、あ、お、筋力、精神、体力は下がった。さっき回復した分が下がった。12月。いやそうね、任せるでやんす。
ラッシング。あ、コツがある。こいつもコツがある。監督、監督も小麦か。どうしようかな。これなんだ、ハイビスカス。いや、ちげえな、今冬だもんね。椿か。筋力、敏捷、精神。そう、筋力がだから全然足んないんで、ちょっとやっとくか。いや、よかったら。コツ、流し打ち。はあ、暇すぎでやんす。それに比べて猫カフェ、バッティングセンター、デパート、カラオケ、まさに特に。猫カフェ、体力は回復しそう。なんじゃ。あ、あれ、野良猫。昼ごはん。うとんしか残ってない。ゲー、体力下がったんだけど。ひどい。ちょっとお出かけしたい。全然デートしてない気がするんだけど。バッティングセンター。プレイ見たいね、どうせだったら。来い。ダメだ。ありがとう。それに、こいつらここで初めて会ったのか。超識が減った。そりゃデートで。でもデートで1000円だけだったら、まあまあまあ安いデートだ。仕送りが入ってる。2万円聞け。金が増えた。これでクリスマスデートをしろと、そういうことか。クリスマス回復するんだっけ。ちょっとわかんない。メンタル、小麦やっとくか。またこいつびっくり腰か。ほら、頼む、マネージャー。任せて。はい、これ。よーく。野菜やお米の方がいいの。食べるとすぐ腰痛が治る野菜、お米。怪我しにくさ。さあ、クリスマスパーティー。今日はお待ちかねのクリスマスパーティー。早速買い出しに行かなくちゃ。よろしくね。ここら辺フルボイスだな。よし、出発。おいしいご飯を作るぞ。七面鳥もケーキも全部売り切れだったね。やっぱりクリスマスだからかな。こいつは何の予約もしてなかったの。もっと早めに準備しておくべきだった。そうだな。でも後悔してもしょうがないよ。切り替えていこう。別のことしよう。ならクリスマスツリー見に行こうよ。あっちの方に大きいのがあったんだ。そういう系か。本物のもみの木、飾り付けも豪華だし、すっごく綺麗。見とれちゃう。ねえ、ここでプレゼント交換しない。ほら、スノードーム、色がくるくる変わってすごく綺麗。俺からはクッション、キーホルダー、置き時計。キーホルダーとかしょぼくないか。クッションも なんだろう。だからいいやつがないんだけど、クッションにしよう。おにぎり型のクッション。本当ありがとう。いや、喜んでくれてるし。いや、経験値がしょぼいんだけど。1500円、あれかな、クッション代かな。そんなものでよかったのか。まあ喜んでくれればそれはそれでいい。コンビが一応回収できるけど、またあれだよね、藻類。あー、椿、水揚げを。わらびの強化がめちゃくちゃ上がってんな。
レベルは5か。雰囲気20まで。1月初詣。せっかくだし屋台で何か買おうよ。私ベビーカステラ食べたい。めちゃくちゃ並んでる。どうしようか。並ぼう。これは、うん、おしゃべりしてたらきっとすぐだよ。ベビーカステラ美味しかったね。よし、お前いいか。何をお願いしたの。もちろん野球が上手くなりたい。今年も豊作になりますようにって。いつも美味しいご飯を食べたいもんね。え、私は聞こえなかったけど。次はおみくじ。これも引こう。どうする。小吉。でも吉は吉だよ。いいことあるよきっと。体力中。好感度は結構あった。200円。さて練習を見つつ、彼女評価。これ植えられんね。植えよう大根。選手レベル4。てか監督評価どうなってる今。なんかわかんねえ。どんだけあれば足りるんだ。どうしようかな。ちょっと休もう一回。で監督だな。ちょっとハイビスカスじゃなくて椿も回収しつつ監督評価上げて、おお、上がり方がちょっと1増えてんね。669。どうなんだろう。ん、そうなんだよ。歌舞伎グッズ。昔のことじゃ。ねえねえ。ああ、まったく。そうよ。え、なんかよくわからん会話だな。何。やれやれ、うん、よし。筋力12。粘り打ち。ちょ、能力どうなの。少し上げとく。いいくらいに揃えておく。全部。いや微妙だな。ケゲて足りるか。コツとかも若干あるからね。やっぱ精神が結構ポイント高いよね。技術もそれなりか。弾道を上げて。まあいいや、練習しておこう。3パー。うーん、みなほちゃんはもうなんか大丈夫そうだな。大根。大根ってなんだっけ。筋力敏捷、体力も回復するのか。水をあげたい気もするな。水をあげたい気もするけど、デートをしたい気もする。デート進んでんの？なんかよくわかんないんだけど。最近はね、妹がいるんだ。そうなの。いやううん、だからさ、わーい。ブランコ、砂場、滑り台。滑り台にしよう。二人で滑ろう。大学生でジャングルジムって登りづらくないか。お、よかった。好感度が上がった。体力が下がった。むしろアイドルのです。はい。え、これ何。素敵だと思うよ。それなら。バーチャルネットアイドル。2月。いやこれやっぱりさ、1回で終わらせるのも無理だな。めちゃくちゃ時間かかるわ。メンタルで回復しと小麦を回収する。6、12。お見合いをする。
何歳なのこの監督。お、いっちゃえ。まあそれはお幸せに。いやどうしたの、なんだかモヤモヤするな。引き止める。野球部をやめないでください。まさかそうなの。相手の方からドタキャンされたタイプだったんだけど。お、さもうだってちょっと間違いないちなみにフルヒッター、まあ、もう春か回収できるものは回収しとかなきゃいけない。バレンタイン。お待たせ、チョコ作ってきたんだ。受け取って。お米にもこだわった一品だよ。ほら食べてみて。米が入ってんの。サクサクしたのが入ってる。お米で作ったポン菓子をチョコでコーティングしてみたんだ。どう？甘さの中に香ばしい匂いがふんわりと混じって独特の感触、とっても美味しい。やったー。これは来年もチャレンジしなきゃね。次はお米の品種にもこだわってよりクオリティを上げていくよ。さて試合出れっかな。ちょっと能力アップ、ミートはじゃああげとくか。打倒3欲しいから、ホームラン打つために。これでいこう。パワーが D 欲しかったけど全然足りねえわ。てかまずそもそも出れんのっていう。さあ今日はみんな二人ともやった。以上よ。きたこれでやんす。きたこれでやんす。今日の対戦相手はパワフル大学。手塚とつぶらやか。ちょっと。通常の打撃でいいでしょう。最初は。ワンアウト一塁。さて、球種が見えるのはいいな。パッと振り回しすぎて早っさすが露木。これ行く行かないか。パワー足んねえか。足りた。誰これ。監督じゃなくね。ガッツポーズして。あ、ピッチャーか。あれでもうちのピッチャーでは玉ねぎじゃねえの。あ、これはもう打ち上げてしまったな。ストレート、ストレートは狙い撃ちにしよう。早かったか。パワーがないからやっぱ引っ張りたいんだよね。全ストップ。いや、これはどう。二塁打かな。足を遅そう。はい、とりあえず点を取る。あ、ちなみにノーマルでやってるんで難易度は。パワーカーブって何こいつ。全然わかんない。ちょっと縦に落ちるカーブよりは進化。なんかバット振りましたね。ちょっと鬱陶しいなこいつ。パワーカーブがこいつの得意玉なんだな。これは宇宙間真っ二つ。足が速ければ三塁まで行けそうな勢いだけど、とりあえず勝った。これで23回。やべ、経験点。キューピッドスキル、彼女候補の好感度いいね。お、成長プラスプラス。
さてさて、じゃあ練習をしますか。また監督評価はもう良さそうだな。今の俺にとってはちょっと筋力がマジで欲しい。ブラッシングでもする。ブラッシングでも、あれプラスして経験点がもらえるの。春の大会には出てない。それで日本代表海外遠征。じゃあしのぎなしで検討したとほほで。さて81か。やっぱり精神だな、余ってんのは。最終戦、さあ今日はみんな、いやもう大丈夫でしょ。だって二人とも以上よ。一緒でやんすね。今日の対戦相手は礼文工科大学。みずきちゃんか。クレッセントムーン打ちづらそう。てかみずきちゃん先発なのそもそも。春のゼロ、あ、実況がある。パープルノーダ、あ、ストレートだ。これも狙おう。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で西川、えった、これはこれ入れば先制。 OK、 先制スリーラン。さらば、ゲッ、2点取られてる。北クレッセントムーン、いや打ちづらそう。1球目ストライクから、これはでも出てきたか。スクリュー、投球はこれから3球目。これはもう打たないとダメだな。打ったい当たりだ。さらに伸びていく。センター交代、もう一人がないよね。センターから貧弱だから。西川ツーベースヒットを放ちました。追加点を取ってくんないと困る。よし、このストレートだ。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で西川第9投げました。ボール球か。クレッセントムーンはちょっと手を出さないでおこう。2球目ストライク、ストレート。第3球を投げました。これ足元だ。痛烈取りました。ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。もう1点欲しい。カットボール。攻撃に入ります。先頭バッターは西川。今日はスリーランホームランを打っています。え、シンキングツーシームとかマジなんだそれ。投げました。何今。第3球どういう落ち方した。打ちました。いい当たり。謎の球が多いな。持っていったセンター下がった。ワンバウンドヒット。西川二塁も狙う。なんかもう二塁打しか打てん。西川いいバッティングを見せました。今日これで4。よし、とりあえず勝った。いいね、上がり方は悪くない。どんどんレベルアップしてくれ、みんな。来た、これでユース。全国大会、イエーイ。いや心配無用。おお、実はの座禅を組んで。じゃが、その頑張ってくれ。そうか。そうじゃな、行くか。げ、すげえもらえたんだけど。技術プラス。コツ覚えてるけど全然得能取ってないよね。それだけの経験点がないんだよな。メンタル。そうか、ここは、あ、勝った、やろう。勝って、そんなにって感じだな。レベル7、絶好調男スキル。ようやくタッグか。
よし、パワー上げよう。ちょっとこれは D でミートいけんな。足も上げとくか。 OK。 それで若干ね、若干見れる感じにはなってきた。いよいよでやんす。まだ半分くらいだからね。まだ4年生になってないから。以上よ。一緒でやんすね。今日の対戦相手は秘湯大学、温泉好きが集まった大学。そうで下数って有馬光陽。むむむ。いや、ここもちょっと普通に自分の打席でいきます。頂点に駆け上がるのは一体どう。1点取られてる。しかし1点返した。さあ、勝ち越しのスローカーブか。ワンアウトランナー3塁という場面で西川軽い球持ってる。最低でも外野フライが欲しい局面です。ちょっとこれは手を出さないでおこう。スローカーブばっかだな。第3球を投げました。3球目ストレート。全力ストレート。ストレートだね、狙うのは。第4球はこれは OK。 まず1本入った。打倒さんがあるっていうのが多分いいだろうな。3回です。先ほどツーランホームランを放っている西川。初球外れ。そして何よりも球種が見える。確実に見えるからね。独身術と違って絶対分かるっていうところが。これは2万円は安いよな。投げた、外れた。ハーム。こいつ変化球が多いね。変化球中心キャラクターか。投げた、打ちました。ファールボール。ストレート。第5球。これはちょっとボール球に外してきて全ストで決めるっていう感じか。ギャー。打ちました。左中間へのちょっとロックオンに頼りすぎたな。取りました。これで3アウト。もうちょっと寄せるべきだったカーソルを。バーフルノーダイリードで迎える5回です。やってく。2アウトランナー1塁という場面で西川。第2球。どのくらい、このくらい打ちました。痛烈。いった。打球はそのまま飛んでいく。いったギリギリいったね。ツーラン。点取られてる。バーフルノーダイリードで迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面で西川。今日はツーランホームラン2本を打っています。ちょっと引っ張りすぎた。スプリットか。初球ファールから第2球打った。中西取った。2塁を蹴った。ゲッツー臭い。フォースアウト。アウト。ゲッツー。まあいいや、とりあえず勝った。初戦をものにしました。23。経験点がすっげえな。体力がないな。寝るしかない。これどれくらい回復するんだ。めちゃくちゃ回復するんで、寝ると半分以上は体力を回復できる。みんな二人とも以上よ。一緒でやんすね。これやべえとか外れることあるのか。俺だけ入ってやべえだけ外れるみたいな。エジプト大学。ほほう。私はエジプト大学のキャプテンにして現ファラオホールスワン4世だ。楽にせよ。自分操作で。この大会も絶対1点取られてるけど、どういうこと。ストレートという場面で西川。ここだ。お、しゃべってきた。あー、センターへのフライダー。セーティー。アウト。スリーアウトチェンジ。さあ、同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で西川。こいつストリート中心。センターフライに倒れています。なるほど。ちょっと早かったな。全力か。いや待て。インハイ見送ってストライク。次が4球目。よしました。これは右へのゴロ。ニャプテッド自らベースを踏んで3アウト。やりおるわい。3点取った。パワフルノーダ。俺も打ちたい。迎える5回です。ワンアウトランナーなしという場面で西川。今日は先打ちました。攻めて伸びた。よし、1本レフト見上げた。これはいけるぞ。ストレート。これも狙い撃ちだ。打ちやすい。こいつランナー1塁という場面で西川。カットボール。さあ次の投球。見送る。これは高いからね。インコース高め。
このストレート。第3球はここだ。ゲー。三遊間へのゴロ。抜け。セーフ。二塁はセーフ。ない。あぶねえ。フィルダースチョイス。パブルの大逆転の勝利です。見事な戦いでついに大学野球の頂点に立ちました。チームが一つになった。こいつ誰？歓喜の瞬間を迎えています。大会を制したパブル農業大学。大学日本一の栄光をつかみ取りました。おめでとう。カン。優勝、うん、まあまあまあいいでしょう。ホームラン1本打ったんだし、20やべえ経験点。ちょっともう早送りでしょ。この辺は早送りすると確か喋んないんだよね。俺だけやって存続できないとかある？新年度。え？廃部が撤回できなかったの？おーい。お。諦めない姿に感動しました。よろしくお願いします。うん。みんながね。どうす？チームワーク。ワンチームね。ああ。新入生が入った。活気づいてみんなが種を積極的に持ってきてくれるようになった。こっから点数を伸ばしていくっていう感じかな。というわけでね、だいぶ長くなりましたけど、とりあえず4年生になったんで。前半戦ということで今回はここで終了したいと思います。次回後半やっていきます。で、まあ、このね最初のサクセスが終わったらもうあのサクサクサクっと、イベントとかはカットして進めていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。